こちらあ来たな江原正ロさん新型アルファード納車への批判の声にまあ反論やと <laughs> アルファード勝ったらあの文句言われんねやみたいな <laughs> これね、えー、お笑い芸人の江原正ロさんが11日自身の X を更新。 人気のアルファード購入に対する一部からの批判に忽然と反論していると。<laughs> あれ、ね、正直言うと言たらけどねあのー、アルファードアルファードっていくらすんのか知らんけどアルファードでねあのー、早く買ったからとか早く納車できたからって言って その、怒る人たちの認識がちょっとよくわからないんですよ。正直。確かにね、このところ、えー、自動車ディーラーやな。自動車のディーラーは、あのー、手抜きをしてるとは思うわ。手抜きはしてると思う。例えば、車注文します。で、すぐに車が来えへんね。なんか、あのー、 コロナの頃からやな。コロナの頃からやねんけど、えー、飲食店とか、普通のところでも、あのー、予約制みたいなね。あ僕は予約していくの嫌いやからやねんけどね。あのー、行ったら、あの、予約してますかしてません。ほんなら後回しになりますとかって言われたことって何回もあんねん。飲食店でも、あの、車屋さんでもそうやな。思いついたら行くから、 で行ってえー、待たされるって言ったらもう言いませんい,いりませんって言って帰ってくることが何回かあったこれねあたあの自動車ディーラーとか車屋さんとか飲食店もそうやねんけどあの予約制にしたのはねコロナの時にやなコロナの時に 一定の距離を保たなあかんから予約制になって、それをいいことに、えー、中がガラガラやのにやで。ガラガラやのにね、予約してないっていうことだけで、えー、お客さん跳ね取ったら、おそらく、まあ、来ないやろな。来ない。僕もだから、あの、えー、松田、松田の車って、えー、去年の、去年のいつやろ、 去年のね、えぇ、ー、7月ぐらいかな去年の7月にはもう、マツダの2は買うって約束して、しててんけど、結局、納車が、年内間に合うか間に合えへんかの騒動から、年内来ましたって営業マンが言って、来ましただけが来ただけで、車体番号やとか、あの、車庫証明、ちょっと僕特殊なんで、 その書類が来ない。で、車庫証明取って渡しても、その後何もしないから、結局、車庫証明の有効期間が切れたんですよ。ちなみに車庫証明って、えー、出てからね、40日間しか有効期間がないらしいんですよ。陸軍局でも聞いてんけど。車庫証明は40日間。で、40日間経って、 すっぽんかめ、すっぽん決められて、結果、ああ、もう一回車庫証明取りに行ったことがあるね。めえ加減に知らあかんで、みたいなところから、から、結果としてなんですけどね、えぇ、ー、納車が、まあ、やっと来週ぐらいかな。だから、およそ10ヶ月ぐらいかかった。正直ね、あのー、 10ヶ月もかかって、10ヶ月もかかったら愛着なんか分けへんで。<laughs> 実際僕もだから色の、色が何色かももう忘れたもんね。何色の車買ったの覚えてなかった俺やから。んで、致命的なことを今ね、あの、このエアラさんの記事見た時に、あれと思うことが一個思いついた、思い出したことがあんねん。 営業マンが約束してて、それが履行されてない。うん。あったな。確かにあった。僕の前で約束してたからね。で、結果としてやねんけど、あー、ちょっと具合悪いなって思うのよな。うーん。今の車屋さんっていうのはちょっといい加減なんかもしれんな。さっき言っとこう。で、ここね。えー、発端は、 先日、トヨタの人気車種、新型アルファードが納車されたことを自身のインスタグラムで報告した。エアラは、ついにエアラ家にマイカーがやってまいりましたと、白いボディの新型アルファードと、家族7人、すごいな、パンパンやん。<laughs> パンパンいりやな。勢揃いした姿で集合ショットを紹介していた。免許は4月20日に、 えー、取っったたたことを報告したばかりだったすごいな免許取り立てでアルファード飲んねやみたいな、うん、まあそら技量があったらええんやろうけどな当てへんかったら、えー、これに一部から批判の声があったようで、えー、江原さんはあこれね免許取り立てでアルファード買ったってネットニュースになったから抽選受けても買えないのに芸能人はすぐ納車ありえへん。 みたいに一部で言われとるんだが、去年の春に新型出るって聞いたから予約して、そこから一発試験を受けて合格したのだよと納車までの流れを説明し反論していた。<laughs> 大変やな。大変。そもそもやな。私、優遇を受けられるほどの立ち位置ではないと続けていた。こんな感じなんですよ、記事が。 うん、まあ、あのー、僕のね、個人的な見解やったら、まあ、エアラさんがね、車を買ったことをみんなに言いたい。こうよくあるパターンやん。車買ったことをね、みんなに言いたい。ね。で、言いたいから思わずバンって出したら、えー、違う方向に行った。要は、そうやな、アルファード買えない。もしくは買ったけど、 来ない。来ない怒りがエアラさんに言った。これね、方向がおかしいと思うんだけどな。エアラさんがいつ購入して、いつ契約して、例えば打ち金しか入れてないとか、全額払ったとか、とか、そこまで言わなあかんのかって言ったら、別に言わんことを言う子だけでもないし、 で、正直やねんけどね、あのー、僕の個人的な意見で言うたらやけど、そもそもね、あのー、江原さんが、アルファードを買ったって、アルファードを買ったって、みんなに言わんかったらええんやんて。<laughs> あ見せへんかったらいいねそもそもね、アルファードを買ったっていうことを言わんかったら、避難も受けないわけっすよ。正直やけど。こ、こらやねんて。 あの、僕ね、最近、ちょっと、以前よりかはね、あの、X 見ることが、ちょっとだけ X 見る時間が問えつつあるから、見てんねんけどね、うん、やっぱりね、あのー、承認欲求っていうのかな今のネット社会っていうのが、僕らはも,もう、あいけど、アナログやか分かれんねんけど、なんかあったら、あの、何か勝った、何かあった、何かした、 なら、例えば、X にあげなあかんのか。いや、別にあげなくてもいいやんと。あ <laughs> げなくてもいいやんで。うん。と思ったりとかあ、僕もまあ、買ってるものによってはあげてることがあるからな。やけど、やっぱり、なんていうのかな。あの、普通の人が買えないものとかを買ってしまったら、買ってしまったりするときなんかは、やっぱ見せないこともやっぱり、 勇気として必要じゃないのって。うん。あのー、え最近やな、あやったら、4月に、えー、我が家じゃないけど、僕んとこに、えー、4月に、えー、タグホイヤーのモナコが来た。 っってて言んんら車屋さんはえモナコ知らんのんって言って、見せてあげたね写真。ほらほら、ってこれがモナコっていう時計やねんって言って見せて。見せて。せていくらするんですか ?140 万。<laughs> 140万って言って。<laughs> え ?140 万って言ったら、そやな、僕も思ったけど、 140万って言ったら、うちにあるある車と同じ金額なのよな。140万って言ったら、うん。もしくはオートバイ買った車で、あオートバイで、えー、払ったお金とほぼ金、同額やねんな。140万って。で、帰ってきた答えが、まあ腕時計やな。腕時計は青天井やから、あの、値段の高いのはいくらでもするからね。腕時計は。 まあ何千万もする腕時計もあったら、ね、安いのやったら何千円まで。うん。ほんだらこのエアラさんがね、アルファードじゃなかったら、アルファードじゃなかったら、みんなの怒りは、矛先は向かないのかって言ったら、おそらく向く人は向くと思うねんな、これ。で、ここでね、あのー、ここで、まあ、エアラさんの、 立場やったら、僕やったら言わないやろうな。僕はちょっと国産、日本の車のことはよく分からへんねんけど、あのー、アルファードは人気があって、抽選でしか買われんみたいなことやってんのは、トヨタのアルファードがね、抽選であ当たるか当たれへんかみたいなことやってるとしたら、それは悪いけど僕ね、トヨタが悪いんやろうと思うねんけどな。トヨタが増産しないからやん。 たくさん作れへんから、悪いのはエアラさんじゃなくってトヨタが悪いんやろうと思うねんだけどな。アルファードで。まあ僕はトヨタの車、トヨタピラミッド今どんなんか分からへんから、やけど、例えばこれがトヨタが、トヨタのアルファードが最上級車種やな。一番値段の高い車がアルファードやったら、確かに生産数が少ない。そうやんね。 例えば普通の車が今やったらまあさ軽乗車より200万を超える時代やけど普通乗用車の例えば5倍ぐらいすんねんと普通の車の5倍ぐらいする車でえー、それでもやっぱり納期が遅いだからあのやっときましたってやんねんやったらこうこれはわかるわかるまあちょっとねえー、言いにくい話やけど 田舎ではアルファードは高級車らしいから <laughs>。田舎ではね、アルファード高級車らしいね。僕はあんな7人乗れるような、あの、キャプテンシートとかって言われる、ああいう車はまあ、一生買えへんから。うん。やけどな、7人家族がおってうん。どうやろうな、僕やったら7人家族、7人家族が最大乗るって言っても、 普段絶対に7人乗れへんやん。これ昔から言,わ言うてることやねんけど、別にアルファードはわざわざ買わなあかん車じゃない。おそらく。僕やったら普段1人しか乗れへんか、乗っても2人、乗ってもさらに乗っても3人、ないしは4人しか乗れへんやったら、まあアルファード買うことないわな。うん。普通乗用車で足りるし。で、最悪やったらやで。 どないしてもね、一台で、一台でたくさん乗らなあかんって言うんやったら、僕の車と、その車を持ってる人と変えてもらうわ。交換してもらって、交換に耐えれるだけのレートの車を渡して、それをその時だけ借りてくるっていうことをやるやろうな。僕の車を渡してうん。まあ一番はやっぱり見せないことが一番いいんじゃないんですか 最近見せない方がええ言われること多いな。